豊田理三郎3月5日から1952年6月3日は日本の実業家。以下は15位。君党は君4党。株式会社豊田自動食器製作所社長、豊田防食株式会社社長、豊田自動車工業株式会社社長、豊田後期株式会社社長などを歴任した。豊田佐吉の婿養子で豊田自動食器製作所及び トヨタ自動車工業の初代社長である。ただし、トヨタ自動車工業の実質的な創業者は、佐吉の実施でリサブローの議定にあたる豊田喜一郎であるとされる。リサブローは、もともとは車作りに反対していたが、喜一郎の細かい計画や上海自動縫いの西川からの資金援助で、トヨタ自動車を設立した。1884年、滋賀県彦根市生まれ、 旧姓小玉里三郎。神戸高等商業学校卒業。東京高等商業学校専攻科卒業。卒後、伊藤中商店に就職。翌年に新設されたマニラ支店の初代支店長を歴任。三井物産面科事業部長で、後に東洋面科株式会社の創業者、初代社長となる実刑の小玉一蔵が、 豊田佐吉の自動食器事業の理解者であったことから、1915年に豊田家の無雇用紙に迎えられた。妻の愛子は、木一郎の妹であるが、李三郎自身は木一郎より年上であるため、旧古赤法の下では、木一郎の義兄ということになる。1926年11月18日の豊田自動食器製作所設立に際し初代社長となり、 1933年、愛知発明協会会長に就任。1936年10月23日には、豊田佐助の後を受け、豊田防食社長も兼務した。1937年に、同社自動車部が独立して、豊田自動車工業が設立されるとその初代社長となった。その後、1941年1月に、木一郎に社長を譲って、 会長となり、同年豊田後期社長も兼務した。豊田成功社長、中央防食社長、省内側零四社長、将来側染め所社長、豊田金融社長、豊田防食省社長も歴任した。1949年に業績低迷のため、木一郎と共に退任している。1952年6月3日、68歳にて死去。 キ一郎が同年3月27日に死去しているため彼の後を追うような形になった。ありがとうございます。